はい、7月の6日、はい、エミューの部屋に行きましょう。めちゃくちゃ晴れましたね。朝雨降ってたね。さっきまで雨だったのに綺麗、ほら水たまりあ、開けづらくなってるな。うん、雨のせいかな。おはようございます。あ、倒れてる。いつも倒れちゃう。これは獣ではないんじゃない自分で倒してる。ちょっと濃厚ですかね。これかな。お部屋に不満があるんですかね。雑草が生い茂っちゃって。あ、めっちゃ汚れてる。毎度変えるんですけどね。これも掃除した方がいいのかしら。あ、本当だ。食べこぼし。というか、ただのバケツごとバコって倒されるから。じゃあもうついでに あっちも床取っちゃおうか、うん。そうだね。スコップでいいか。じゃあまずはスコップ。うん。やば、雑草が。ちょっとね、雑草刈らないと。ウィーン。この草だとさ、下にさ、何がマムシがいても。何がいても、わかんない。綺麗な生姜。出たくないです。何何？日向には出たくないです。ああ。もう暑いね。暑い。こんなセミが鳴いてる。セミですね。何セミだろう。早くない？だってもう7月ですよ、小西さん。あ、そっか。うん、夏です。梅雨明けもなんかしそうだし。杉明けのさ、うん、何何ていうの、スピード、うん、ラスターが激しくなる。ああ、でも毎年そうじゃない。いや、慣れないよまだ彼は。そうそう、そうなんです。あら、座って何してるの？あの人は。見て。あ、本当だ。こっちだ、エジちゃんか。このままさ。うん。あ、これ座っちゃうの？嘘。これスタッチャーでしょ。そっか、あ、ほんとだ。何してんの。このままさ、雑草がさ、めちゃくちゃ生い茂ってさ、うん、あんなことされたらさ、分かんない、エミューいない。雑草したぞってなっちゃう。何してんだろう、涼しいのか。草に囲まれて嬉しい、楽しい。ビタミン C雑草を刈らなきゃいけないのかな。いや、でも刈る予定です。本当に。でも向こうで座られたら分かんないんですよもうちょっと奥で座ってたら。実はこうやって狩りをするとか。いや、涼んでるだけ。涼めんのあそこ。日向っぽいけどね。初めて見る姿ね。
は何をしてるんですか。じゃあね。